シングルスの第1試合でベストファルが敗れただけに西ドイツにとってはもう後がないのと同じになってきました。そしてその期待を担って登場しました西ドイツのエースボリス・ベッカーです。もう皆さんご存知のように今年のウィンブルドンで17歳7ヶ月という史上最年少のチャンピオンとなりました。そしてまたウィンブルドン史上初のノーシードの優勝、そしてまた初の西ドイツ人の優勝と初物尽くしで優勝を飾りまして、あっという間にテニス界のスーパースターの座を獲得しました。ご覧のように1万3000人を収容できますオリンピックホール、超満員となっています。さて第1セット第1ゲーム、いよいよ幕開けとなります。向こう側ボリス・ベッカーのサービスで行われます。スタンドの気の早いファンからはもう早くも大きな拍手が起きました。しかしフォールト、リターンエースです。先日の全豪を制しました19歳のエドバーグ、そして18歳になったばかりのボッ・ベッカーの対決です。これで15ラブ。石黒さん、このベッカーのサービスにちょっと注目をしていきたいですね。はい、まあ、彼のサーブの一番大きな特徴はね、打つ前に十分に膝を曲げてそれをその伸ばしていく、その体のバネって言いますかね、そういうものをフルに使って、はい、非常にダイナミックなフォームで打ちますですね。時速250キロ平均ですからね。そうですよね。素晴らしく速いですね。はい、そのベッカーが13-15とリードを奪いました。これも決まっています。このコートのサーフェイスをね、ベッカー用に作ったと言われるぐらいですからね、非常にこのサーフェイス速いんですよね。はい、コンクリートの上にカーペットを敷いてるんですけどね、日本で行われる成功スーパーテニスのサーフェイスよりはやや速いというふうにみんな言っております。そうですか。サービスエースです。まず第1セットの第1ゲーム、ベッカーがサービスで押しまくりました。西ドイツまず 1-0 です。エースのベッカーをビルヘルム・ブンゲルとキャプテンが出迎えました。ベッカーは現在世界ランキング第6位、18歳です。デビスカップには今年から出場してエースとして活躍をしてしまして、西ドイツを15年ぶりの決勝戦へと引っ張ってきました。ご覧のようにスウェーデンからも応援団がやってきまして、今度はこのエドバーグに声援を送っています。19歳で全豪チャンピオンとなりましたステファン・エドバーグ、1万3000人の観客の中で、そうですね、 99% ドイツを応援しますからね。そうですね。ですからそれはやはりその敵地に乗り込んできたスウェーデンとしてはやっぱり非常にいろいろそのプレッシャーを感じながらやらざるを得ないですよね。はい、エドバーグのサービスゲームです。アウトですね。アウトです。まず15ラブです。
まあ、スピードサーブのスピードはやや落ちるかもしれませんけども、ほぼベッカーのスピードに近い、そういうものをエドバーグ持ってますからね、はい、これまたあのサービスエースをどんどん取っていくんじゃないですか。まあ、彼のサーブはあの非常に最初クロススタンスから入ってですね、体のひねりをもう十分使って、あのスイーサーブですね。そうですね、非常に特徴がありますよね、はい、ものすごくあのしなやかなんですね、エドバーグの場合は。ベッカーの場合には本当にパワーで押してきていった感じを受けるんですが、はい、そうですね、このエドバーグの場合にはしなやかさがあるんですね。そうですね、ムチのような体で持っていきますね。はい、サーティーラブです。これで40ラブ、エドバーグが3ポイントを連取しました。日本の一部の報道ではエドベリというスウェーデン語の発音を使って報道されているんですが、私どもの放送ではジアンパイアのコールに倣いましてエドバーグという英語の発音を採用させていただきます。そのエドバーグサービスゲームをキープしました。第1セットまず1ゴールです。私この試合の4日前に、はい、ここへ着きましてね、それで、まあ、両国の練習をよく見たんですけどね、はい、まあ、ベッカーはいつもと同じように、まあ、好調を維持してたと思ったんですが、はい、まあ、エドバーグの方がですね、ややその、まあ、絶好調っていうところまでは行ってないような感じがしたんですね、ところが日を追うごとにですね、どんどん調子が良くなってきましてね、はい、昨日 見た時にはもうほとんど干潮に近いような状態でしたからね。ああ、そうですか、はい、確かにスウェーデンチームのベルエリンコーチもエドバーグは調子が悪いように見えるんだけれども、徐々に集中力を増して本番に臨むタイプなんで心配はしていないと言っていました。はあ、ベッカーセカンドサービス、エドバーグはネットにつきました。エドバーグのボレーが決まって15オール。エドバーグも得意のボレーですからね、はい、まあ、グランドストロークの打ち合いからいいアフローショットを出したらネットついたエドバーグの方が強いでしょうね。ああ、そうですか。フォルトです。チアアンパイアの方からフォールトのコールがありました。やはり石黒さんはネットプレーに関してはエドバーグの方がやや上とご覧になりますか。そうですね、切れ味がいいですね、はい、ベッカーも決してそれは下手じゃないんですけどね、ダブルフォールトです。15-30、また場内に拍手が沸き起こってきます。この拍手がベッカーを果たして勇気づけるんでしょうか。リターンはアウト。ショットがアウトになりまして30オールです。ウィンブルドンではね、ベッカーが優勝しましたけども、ついこの間のオーストラリアオープンでエドバーグが勝ち、はい、片やベッカーは1回戦で負けましたでしょ。そうですね、ですからね、そういうところ まあ、精神的なものがね、両者どういうふうに働くか、はい、まあ、ベッカーっていう選手は非常に明るい選手ですから、まあ、そういうふうに1回戦で負けてもすぐに忘れてしまう方かもしれませんけどね。でもやっぱり優勝者と1回戦敗者ではだいぶ違うと思うんですよね。そうですね、まあ、そういった点でもこのベッカー本人が全豪で優勝したエドバーグとどうしても試合をやって勝ちたいんだと言っていました。はあ、強烈なサービスです。本当に何か力を感じますね。重戦車そのものですよね、ドカーンときますからね。 40-30、第3ゲーム、ベッカーがサービスゲームをキープしました。
これで西ドイツ2-1のリードです。昨日は NEC 主催によります昼食会の後、抽選会ドローが行われまして、初日はベストファル対ギランデル、そしてベッカー対エドバーグという対戦でシングルスが行われることになりました。このドローには出杯史上最高のなんと400人ものプレスが詰めかけました。西黒さん、はい、まずギランデルが1勝を挙げました、はい、それによってこのベッカー対エドバーグの試合に何か影響というものは出てくるでしょうか。そうですね、このドローはですね、やはりスウェーデンに非常に有利に働いたんじゃないかと思いますね。そうですか。と言いますのは、やはりなんといっても世界第3位のビランデルが、西ドイツの、これは世界51位ですからね、かなり実力に差があると思うんですね、はい、でまあ、大体予想通りビランデルが勝ちました。これによってエドバーグのね、精神的な、こうゆとりみたいなものがですね、全然変わってくると思うんですね。そうですか。第4ゲームです。ベッカーのボレーがアウト。石黒さん、このベッカーの場合にはベストファルが敗れたことによって自分がやらなくてはという、また変なプレッシャーが出てく気はしないでしょうか。そうですね、それはありますよね、やはりもしもベッカーがこの試合で負けるようなことがあったらですね、もうこれはもう本当に後がなくなってもう大ピンチになりますからね、エドバーグのボレーが大きくアウトになりました。やはりベッカーとしてはこのエドバーグのサーブ&ネットをどういうふうにして封じるかですね。はい、センターにサービスが決まっています。このエドバーグは一昨年全仏、ウィンブルドン、全米、そして全豪の4大タイトルのジュニアで全て優勝、ジュニアのグランドスラムを達成しました。しかしすごいパワーですね、ベッカーのあのバックハンドの強烈なこと、さすがのエドバーグも押されました。サーティオール、強烈なリターンでした。ネットにつこうとするエドバーグの足元へ帰ってきました。エドバーグのセカンドサーブも非常に深くていいところ入りましたけどね、だからやはりセカンドサーブになるとほぼもうサーバーとレシーバーは対等ですね、リターンエース、さあ大変な拍手が起きます。アドバンテージジャーマニー、ブレイクポイントです。セカンドサービス、このボレーも浮きました。第4ゲーム、ベッカーにブレークが出ました。西ドイツ、これで 3-1 のリードと変わります。
畑で作ります。クノールスープ、原料のコーンから自家製です。一人一人のキレイ本 NEC ハロー C&C 祭り実施中。食いしん坊で慌てん坊で怒りん坊のやんちゃ坊主、そんなこんな見ちゃいられないくらいの自分が好きです。幸せ上手のジャスコカード、会員募集中、ジャスコです。第8ゲームです。第1セットは第4ゲームでベッカーにブレイクが出ました。ここまで西ドイツベッカーが 5-2 とリードしています。いきます。なんだかボールではなくて弾丸でも打ち込んでくるような気がしますね。それにしてもあのリターンがまずいいんですよね今日は、リターンがあれだけ良ければその次のやつで大体抜けますからね、はい、これで15オール。エドバーが今のアドバンテージコートからものすごくその体のひねりを使ってセンターへサーブをぶち込むのが得意ですね。非常にその極端なクローズスタンスですね。このリターンはアウトです。スタンドの西ドイツのファンからはサービスがフォールトだったのではないかと大変な抗議です。サーティーフィフティーン、スウェーデンは3年連続4回目の決勝戦進出です。去年に続いてのデビスカップで優勝を狙っています。エドバーグがサービスで入ろうとしますとスタンドのファンが一